はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も釣りをやっていきたいと思います。ダウンロードコンテンツで新しく追加された魚をすべて釣っていきたいと思います。魚じゃないやつも混ざってるんだけどね。まずはここですね。真の海風の洞窟の中にあります王家の宝物庫の横のところですね。ここでテムノドントっていうのが釣れます。どんなやつでしょうか。おー、やっとかかった。まあ残り2体がねちっちゃいやつなのでかかればわかる。しかし250か、結構だな。で16、だいぶ食らうね。あー、こいつめんどくさいタイプだ。脳筋のやつだったらねまだマシなんだけど、こう駆け引きするやつがすごくめんどくさい。これいけるか、かなり難しいね。よし、いやー厳しそう。いや、いけるか、いけ、 OK、 いける、釣れました。どんなやつだ。おお、なんかイルカの古代魚みたいなやつだね。おお、1500、美味しい。でもあんまり釣れないから意味はないかな。次はここですね。真のレビュールガイドを北にありますこのちっちゃな池、ここでキングサーモンが釣れるんだよね。キングサーモンがなんか経験値がすごい美味しいらしい。これ、うわー、なんだこれ、320、これは釣りきれんな。あ、15、まあまあ力としてはそんなに強くはないかもしんないけど厳しいね。おーおー、なかなかやな。これ会心が結構出てきてくれないと、とてもじゃないけどちょっと釣り上げきれない。やばいって。いや厳しい。ダメだ、これはつらい。いやー無理だ、とてもじゃないけどこれ上げきらんわ。次こそちょっと行こう。よし、あー、これ次がやばいのね。 OK、 でももう緩めるのがなくなってきたぞ。これ奇跡じゃないと難しいんじゃないの。奇跡じゃないとちょっと釣れにくいか。よし、いけ、オッケーオッケー、危ねえ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 、う、いけるね、いけるね。よし、これいけるぞ、いけるぞ。よっしゃー、ギリギリ。キングサーモンどれぐらいもらえる。15000、これは美味しいけども、もうちょっとレベルがないと安定して釣れないな。次はここマデ島ですね。マデ島の遺跡の中なのかな。ここでダンクルオステウス、まあなんか恐竜みたいな名前だね。お、これだ、260、まあまあまあサーモンよりはまだマシかな。多分間違いなくこいつだとは思うんだけど、威嚇してる、まずい。もう使え、
オッケー。おお、つえーなー一発一発が重い。あぶねえ。でももう緩められないよ。なんとしてでも釣る。やばい、これはやばい。分かってる。頼む。うっそ。おー、あぶねえ、あぶねえ。釣れた。なんだこいつ。すんごいの釣れたね。ダンクルオステウス。おー、美味しい。次はここ、スレア海岸ですね。スレア海岸にいる、イクチオサウルス。もうサウルスって言っちゃってるもんね。あと、シロザメか。両方とも難しそう。おー、シロザメ。シロザメはね、余裕だった。めちゃ簡単。うん、あ、でも経験値美味しいな。簡単な割にめちゃくちゃ美味しいね、シロザメ。おお、こいつじゃない？イクチオサウルス。おお、なかなか強いな。あ、もう、よしよしよし、わかりやすい、わかりやすい。にしても強いな。なんか脳筋タイプ。よし、いいぞ。いける気がする。いけるね、これはいける。任せろ。よし、一発。どんなやつ？おお、なんかさっきのやつに似てるな。経験値は？おお、シロザメより若干美味しいぐらいか。それではあと2匹ですね、真のローヌ樹林帯、ここの下の方にいますね、エラスモサウルス。これもサウルスだね。行きましょう。お、これじゃない？ホウジロザメのキングかなんとかサウルス、もう名前すら忘れた。あ、力はそんな強くないか。あー、めんどくせえやつ、めんどくせえやつだ。うわー、やりにくいタイプだ。引く、うん、ダメだったか。もうその駆け引き嫌いなんだよね。オッケー、いけ。うわー、緩めよう。オッケー、これいけ、いけ、いける、いける。おっしゃ、あぶねー、あぶねー。おーいえらいやつが釣れたな。えらいやつだ。あ、でもキングサーモンの方が経験値は上だね。それでは最後の獲物ですね、真のリンジャハル海岸の右上のところですかね。ここで釣れます、リードシクティス。どうせ恐竜みたいなやつでしょ。お、これだな、リードシクティス、これだ。まあ、300ないからまだ。え、何これ、な、波を起こしたりする、なんちょっと特殊な。おい、ちょっと待って、2回攻撃じゃん。2回攻撃だ、こいつマジかよ。 OK、 もうすっげえやりにくい。マジか、これ2回攻撃がすっごいやりにくいね。もうちょっと一回使っとけ。ナイス、ナイス。いや、あ、嘘、
え、凍っても波は起こるのか。そうかそうかそうか、 OK。 なるほどね、ものすげえやりにくい。いや、いけるいけるいける、よし、いけたー。どんなやつ。おお、かっこいい白いイルカみたいなやつだ。美味しいね。いや、でも一番美味しいのはキングサーモンだったね。 OK、 それでは戻ってきました。あ、そうかそうかそうか、レベル上限解放をしなきゃいけないんだね。 OKOK、 いいんじゃない。でトゲトゲルアーだ。そう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 、これもらえた。これでだいぶ釣りやすくなったよ。依頼は何もないよね。無理だな。で、コインは何が美味しいんですか？お、7000。キングサーモンでも7800か。やっぱスイカを釣った方がコインは多いみたいだね。あ、リードシクティスもなかなかだね。なるほど。ちょっとこれ新しい釣り場でレベル上げもしやすくなったかもしれませんね。OK、全部渡します。はい。で、レベル上限解放が、あと1段階上がるっぽいね。なんか新しいクエストがあるっぽいので、まあ、そこまではなんとかちょっとやりたいところですね。はい。ということで今日はですね、ダウンロードコンテンツで新しく追加された魚を釣っていきました。魚じゃないやつばっかだったけどね。いや、なかなか歯応えのあるやつばっかでした。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。